どうもかもしれないです。ということで、今回はまたちょっと寒いのでね、これ着させてもらってますけど、あとちょっと花粉かなんかでちょっと目と鼻と目がちょっともうなんかムズムズしてるんですけど、お許しください。ということで今回はこの夢について、あなた夢持ってますかってことなんですよね。将来の夢持ってますかってことなんですけど、今回はミッション4行ったってことで、これを読みましたね。美容室の開業、これをやったんです、読んだんですけど、ここに、書かれていることを読んで、ちょっとこの夢の立て方っていうのはめちゃくちゃすごい大事やん、ね、夢を立てて、夢を叶える方法っていうのはめっちゃ大事やなと思ったんで、ちょっと紹介すると、まずなんで僕が美容師を目指したかっていうことなんですけど、これについて一応ね、お父さんが美容師やってたんですよ。お父さんが美容師やってて、田舎で一人でねサロン経営してたんですけど、小学生とかの時に学校休み時とか土日とかめっちゃ気軽に「おこいよこいよ」って言ってめっちゃ行って、軽く手伝ってたりとか、お父さんが働いてるところをこう見たりとかね、こうチョキチョキしてるのを見たりとかしてたんですけど、やっぱ見てると こうお父さん仕事してて、お父さんがこう楽しくねこう仕事をしてって、プラスお客さんも笑顔になってると、でこんな素晴らしい仕事ないなと思って目指したっていうわけではないんですよ、別に。ではなくて、もうただただお父さんが楽しそうやった、もうこれだけ。もうね、他の大人を見てると、なんかサラリーマンで会社行ったりとか、作業着着て工事現場とか、工事、それ失礼じゃない、工事現場行ったりとか、工場行ったりする人、めちゃくちゃなんかつまんなそうな人たちやなと思ったんですよ。でもね、お父さんめちゃくちゃ楽しそう、もうそれだけ。お客さんも笑顔になってる、イエーイみたいな、そんな綺麗ではないけど、そういうのではなく、ただただお父さんがめちゃくちゃ楽しそうで面白そうって思ったから、俺もこれやろうって思いました。で、お父さんは美容師なんですね。で、私床屋の理容師なん で美容師になろうと思って、で、中学生の時にお父さんは病気で亡くなって、それで高校3年生ぐらい、高校2年生3年生ぐらいになって、ね、こう進路を決めるわけですね。就職するのかとか、大学に行くのか、専門学校に行くのか。で、美容師になるわって言って、美容師選んで美容師になったんですけど、なったんじゃない、美容の専門学校を選んだんですけど、その時に、おじいちゃんおばあちゃんね、家にいたんですけど、おじいちゃんがめちゃくちゃもう亭主関白みたいなおじいちゃんなんで、何回か動画出てきてるけど、このおじいちゃんが「あかん」みたいな、お前じゃん、田舎でやられたらお前散髪屋以外あかんぞみたいなこと言われたんですよね。で、正直僕は利用と美容があるのすら知らなかった、利用とこうやって何っていう状況だから、正直言うともう眼中にないわけですよ、眼中にないから何も知らなかった。正直利用っていうのがあるのが一切知らなかったんで、その時は今思ったら何でか分かんないけど、うんって言って、唯一おじいちゃんの言うことに従って床屋の道に行ったんですよ、うんみたいな感じで床屋に行ったんですよ。で、今思ったらこれめちゃくちゃえぐい、このとめちゃくちゃえぐいっていうのは、めちゃくちゃ床屋を選んでよかった、利用を選んでよかったっていうことなんですよ。で、実際この専門学校入った時にもう美容は200何人とかいるんですよ。でも床屋はもう 10人ぐらい、10何人となんで、めちゃくちゃ数が違うし、あと将来的に考えて、50代みたいなおっさんに女の人を髪切られたら嫌じゃないですかね、私男なんで分かんないですからっていうのもありますし、本当に床屋選んでよかったなっていうのはあります。軽くこれを読んだんで、この本を読んだ時に、まず夢を立てましょうと、夢をね、夢を立てて、2つ目、現状を把握しましょうと、あなた今どこにいるのか、どこにいるのかではない、あなたは今どういう状況なのか、そして夢の起源、さっき立てた夢の起源を立てて細分化してて、その細分化してたやつにも起源を立てる、そしてこの1と2でこう足りないものは何かっていうのを把握するんですよ。そしてこの足りないものを実行していく、ただこれだけなんですよ。言ったらもう逆算して考える、これだけなのに、夢を叶えられない人はボケーっとして、ね、YouTube とか見てね、 YouTube 見てるよ、これ YouTube とか見て、Amazon プライムとか Netflix とか見てね、ポテトチップスとか食べてね、コーラとか飲んでしまうってことなんですよ、はい、っていう、このもっと詳しいことは、本要約の動画でこの本、また言っていきます、はい、ということで、今回からミッション4ということで、一応ね、今回はこれを読んだのと、あとはこの自分が読みたい本としてこちら読みました。一プレイヤーからマネージャーになるリーダーの仮面、あとは3つの幸福、はい、これは結構こっちが結構面白かったですね、はい、3つの幸福に人間の幸せとは何かみたいなものを言ってるし、あとは幸せ
をこの最新科学から精神科学から幸福論とかじゃないともう科学的に証明された幸せっていうのを語ってる。これめちゃくちゃ面白かったですね。はい、はい、ということで、これからやることですね。これからは、経営系の本とか、経済ビジネス本をに、学ぶのと、あと前言ったらレストランに行くって言ってたんですけど、あのちょっとコロナでオミクロンでちょっと延期したんで、次回にはもう行ってると思う。さすがにこれあの予約はもうしてあるんで、多分次回には、言えます。あの行きましたっていうのと、この映像ね、この動画撮ってよかったら動画撮ろうかなって思いますんで、はい、動画撮ってきます。でこの経営系とか経済系とか、ビジネス系店舗運営の本はもうめっちゃ買ってるんですよ。もう結構こう、もう段ボールに入るほどもう準備してあってるんで、こういうね、こういう本とか、こういう本とか、まあまあ山ほどあるんで、まあ、この理美容業ではなくて全然関係ない、会社の本とか、会社を作る上で大事なことみたいな感じの本がめっちゃもう準備されてるんで、また読んだ時に、紹介していきたいと思います。はい、ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to